皆さんこんばんは。今日も見てくださってありがとうございます。さて、青い猿の13日間のメッセージをあげようと思いながらも、もう7日も経ってしまいまして、で今日もね、あげようと思いながらも、なんか息子との都合もつかず夜になってしまいました。8月7日から8月19日でですね、青い猿の13日間っていう期間が前歴で始まってるとか、今その期間なんですね。うん。で、青い猿ってどんなエネルギーなのかというと、魔術師と言われたりですね、あと遊びの神様ですね、あと幻想っていうのと、高い精神性を持った神様で、あと知性っていうのもキーワードになります。うん。で、精神世界とかですね、困難を遊び心で乗り越えるっていう、逆境をね、こうピンチに変えていくようなのが青い猿のエネルギーになるんですけど、うん、芸術的気質があったりとか、喜び楽しみなどを意識して日々を過ごしましょうっていうので、青い猿の人ってね、本当ね、いつも言うんですけど、もう考えない方がいいって、うん、考えるのがそんなにこう得意ではないはずなんですね。うん。考えるよりも感じる力がとても強い人なので、そうで、そこから本当に何だろう、自分の知性に目覚めるというかね、うん、そういった方々になっていうので、まあ高い精神性、さっきも言ったんですけど、あとはこうひらめきの神様でもあるので、本当にこうひらめきを大事にしましょうっていうような期間になります。本当になんか青い猿って言って、パッて私が浮かぶのは本当にマイケル・ジャクソン。うん。もう本当にこうエンターテイナーの神だしね。うん。なんかこう人を喜ばせたいっていう思いがこう強くって、なんかそれがちょっとこう空回りしちゃったりとかするところとか、なんだろう、すごくこう悪気がない、本当にこう純粋な方なんだけど、なんかこう人にこう勘違いされちゃいやすいところとか、なんかすごくこう青い猿だなって。うん。でもやっぱりこう作品として残していくものというか、とかこう伝説を作っていくようなこうカリスマ性みたいなところも、やっぱりこう青い猿ならではのね、誰もやったことがないことを取り組むっていうのもすごく青い猿気質。うん。本当に面白いって思ったものをそのまま面白くなるように演出できる、そう、ひらめき、そのままひらめいたものを人が楽しむような形に変えていくっていう、その企画力っていうところも青い猿は持ってるんですよね。うん。でね、まあやっぱり青い猿の期間って感じるっていうんですけど、私もなんか本当にこの、1週間の間で自然の中に行くこととってもすごく多かったし、子供と接している時に、うん、やっぱりこう子供のその感性だったりとか、自然にこう戻っていくような、そんな作用がある中で、なんかこうすごくリフレッシュできたので、なんかこう青い猿の期間、こう本当にこう楽しみながらね、今過ごせてるかなと思います。計画性っていうところはそのあんまりないわけなんですよ。なので、まあこうひらめきはすごく大事なんだけれども、ちゃんとこう自分自身をこう観察するっていうのも一つ持ってないと、暴走しがちになるかなっていうね、ところにはなるかな。うん。前歴のカレンダーでいくと、こう第7列目、こう7列目、この期間っていうのはすごくこう自分自身を元に戻す作用だったりとか、自分の軸のために、自分を元に戻すための作用だから、本質に本当にこう立ち返る、回帰する期間だよっていう期間になるんですけど、まだあと4日あるけど、この20日間というかね、を振り返ってみて、本当にこう自分自身の本質だったりとか、自分自身のこうずれてた部分をきっと元に戻してるような作用になってると思うので、ぜひその辺もね、振り返ってみてもらえるといいかなと思います。ぜひ青い猿の期間ね、こう苦しいことがあったりとかしても、それ逆境を見たらこうプラスに変えるような、そのために起きてるんだよっていうことなので、ぜひめげずにね、なんていうのかな、それをこう楽しいっていう風に捉えられると、もう本当にパーフェクトかなと。うん。で、青い猿って本当に楽しむ力が本当に素晴らしい神様なので、こう私たちってね、常にいいか悪いか決めつけてるけど、そう、楽しいかどうかっていう風に変えれる、それこそが本当の高い精神力なんだよって。うん。辛いことをそのままに捉えちゃうっていうのは誰でもできるんだけど、青
青い猿っていうのはもうそれをユーモアに笑いに変えて、そしてエンターテインメントに変えて、そしてさらにチャンスに変えるっていう神様なので、ぜひとも見習うというかね、皆さんもそういう精神で過ごされるとすごくこう過ごしやすいというか、気づきのある毎日になるんじゃないかなと思います。はい、ではちょっと遅くなっちゃったけど、あと7日あるので、ぜひとも青い猿の期間楽しんで過ごされてみてください。では今日も聞いてくださりありがとうございます。ではまた。